はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、マットランナー、こちらのゲーム実況をやっていきたいと思います。で、前回ですね、チャレンジの、配達、こちらを、失敗してしまったんですね。で、ちょっとだけ攻略を見ました。そしたらですね、この攻略というこのミッション、チャレンジが、9個あるんですけど、その中で一番難しいそうです。このゲームをちゃんと、分かっていないとこのミッションはクリアできないとのことなので、まあ、あちゃあちゃつける場所違う、違う、あれウィンチ取り付けてない、あ違う、後ろ切り離した、今どうなってる、ウィンチ取り付け違うよね、なんか切り離しちゃったでしょ。あれ取り付けるのどうやんのあれ取り付けんのどうやんの。え、今後ろの荷台取れちゃったよね、位置悪い、あずれてる、そんなずれた今。じゃあ一回修正しよう大丈夫かな。そんな出鼻くじかれたけどね。であれどうやってつく、そんなにおかしいなウィンチじゃないよね、ウィンチじゃないと思うんです、こんなウィンチで引っ張ってたんじゃないんだ、荷台取り付けてたと思うんですけど、これで合ってる。で、リリースして、わかんないんだけど、修理スペアタイヤ違うと思うな、あれあれ今後ろのさ荷台どうやって取り外れたかもわかんないし、どうやって取り付けるかもわかんなくなっちゃった。なんでどうしたの、これダメなの、取り付け高度な機能モード違うよね、あこれだ、あこれかよ、はい、燃料セミトレーラーを取り付ける。あ、もう、いきなり出鼻くじかれた。で、画面ね、ちょっと引き方分かりました、これ。このね、L スティックをね、下にやれば、画面ちょっと引けました。で、ウィンチ取り付けね、やっとだわ。やっと。はい。で、これで後ろの車両だよね。後ろの車両に取り付けると。はい、OK。で、OK かな。はい。で、ハンドブレーキかかってる。はい。前回ね、ハンドブレーキかかっちゃってるっていうのが、多くてね、グダグダしちゃったんですけど、あ、OK ですね、OK ですね。で、まあ、攻略を見るにあたって、ちょっと今までと違う情報を見ました。私ね、この道を、他のトラックが通った道だから、ここを通ればいいよと思ったんですけど、わだちを通るのは基本ダメだそうです。まあ、言われてみたらそうなんだけどね。他の人が通ってくから、ここ安全なんだろうと思ったんですけど、基本ダメだそうです。そしてこの川の流れ、私あの流れに逆らってこうね登ってたんですけど、逆だそうです。川の流れに沿ってこう流れていくそうです。そうしていけばたどり着けるよというのをね、ちょっと攻略情報で見ました。あ本当だわ、あマジかマジか。で後ろはね、くの字にならないようにっていうのは、見ました。大丈夫かな、後ろついてこれてる、大丈夫っぽい、大丈夫 OK かな、 OK かな、あ来てるね、あ来てるね、 OKOK、 今のところ大丈夫、今のところね、まあ、前回もやったところだしね、まあ、前回失敗してるけどねで輪立ちを避けてなるべく行った方がいいつのと、川は流れに逆らわずにね、流れるように行けば、流れを、味方につけれるっていう感じですよね。で、ここはねどうしよう、まあなるべく川のね、まあ、上流気味に行った方がいいということなんでしょうけど、まあここは今わだちから行ってもしょうがないよね、わだち、逆わだちを走らなきゃしょうがないよね、あんな早くに川入ったらあの流れだもんね、まあ普通に考えたらあの流れ無理だよねで、あ来てる来てる、で高度な機能でしょ、進むで
あ、違う、引くか。これを前回やってなかったのかな。あ、引くじゃない、進む。今ね、画面左下のとこ、左下のウィンチのところに、Y ボタンを押すとね、引くって出るんです。これ今ポチポチポチっと押してますけど、これが前回出てなかったんですよね。あ、うわ、埋まっちゃった。あ、埋まっちゃったの。どっか乗り上げたかな。なので前回はウィンチ正しく引けてなかったっぽいんですよね。あ、ちょっとウィンチ短すぎるかなウィンチ、あの車両の間隔短すぎるよね多分今ね。っていうので前回はいろいろとやっぱり、失敗しておりました。まあ攻略をね読めばまあなるほどとは思うんですけど、ちょっと待ってね、今ウィンチさ近すぎるよね。一回リリースで、ちょっと走って、でウィンチね、もう一回取り付けて、取り付けるのがちょっとさ、こうかな、はい。で、つけました。でこれで一定距離は今保ってんのかな。ちょ、見えづらいね、保ってる、保って、変わんない、さっきと。ああ、ちょっとよ、脇見運転、脇見運転。で、ここだね、問題はね。この間、ここで、ここで流されたんだっけ？もう一個先かな？もう一個先だ、かもしれないんですけど。ちょっとね。じゃ、川の、なるべく上流側をまず目指して、で、それで流れに沿って、行けばいいよね。すごい滑ってるけどね。そもそもここね、車両走るようなとこじゃないと思うんですけど。はい、じゃあ流れに沿ってね、流れに沿って水の中入ったらもう、身を任せましょう。これね、はい、身を任せてこういくと、こういくと OK。 ダメージ食らってダメージ食らってるけど大丈夫かな。まあ多少のダメージはねいいとは思うんですけど。あ、いい、来てるかな、来てる。で、後ろもそのままついてきてるかな、大丈夫。くの字にならなければ、くの字にならなければ平気だと思うんですけど。あ、やばいかな。あ、ちょっと待ってよ。一回バック。一回バック。なんか流木挟んでるけどね。大丈夫かな。あら、ちょ、まずいよ。まずいよ、まずいよ。で、ハンドルを切ってから、いけない。いけないかな。で、こんなことしてる間に、あ、くの字になってきたね。あ、まずいよ、まずいよ。どうすりゃいい？一回入っちゃおっか。一回入っちゃって。はいはいはい、ああ大丈夫かな。今出てきましたね。なんとか頑張って頑張って、いけてる。あ、後ろはもう危険な水になってきたけど大丈夫かな。はいはいはい、あ、順調、今のところ順調。やっぱり攻略をちょこっと見るだけで全然違うね。はいはい、 OK かな。後ろ来てる、あ、来てる、 OK、 OK かな。で、岩をちょっと避けてね。だけどこっち側大丈夫かな。もうちょい右側の方が良かったような気するけども、もうしょうがないよね、走り出しちゃったんだからね。って言っていつもさ引かないけどねいつも引かないんだけど大丈夫。まあ、前回ねハンドブレーキずっと引っかかってたのが一番の範囲でしたから、まあ今日は大丈夫なんじゃないでしょうかねっていうね、まあそう言ってね自分を慰めてる。本当にちょっとショックだったんですよ前回。もうねマットランナーやめようかなと思っちゃったぐらい、本編一回もやってないのにと思って本編やってないのにもうやめようかなと思うぐらいショックでした。あ、向いてないのかなこのゲームと思ったけどね、やっぱりじゃあもうやめる前に今一度ちょっと攻略情報を見てね、納得したらやめようと思ったんですけど、攻略情報見たら、あ、いけるんじゃないと思って、で、川のね中に沈んでる車両、あれはちょっと諦めようと思います。なんかね攻略見ても今の私にはあんまり理解できなかったんですよね。なので沈んでる車両は諦めます。なんで今後ろについてるトラックね、あれの荷台についてる車両、あれをあくまでも、持ってでゴールするにします。私はね、わだちすごいねこの辺ね。わだちすごいからあんまり良くないけど、横の岩の方がすごいから今は行こっか。あ、後ろ来てるね。あ、じゃ大丈夫ですね、大丈夫ですね、ちゃんと来てるね、大丈夫だね。オッケーオッケーオッケー、はい。じゃあ、このままねまっすぐ行きたいんですけど、ここだね前回流されたのがね。
あ、車両見えるね。ちょっとまだ、マークは出てないけど、画面上部に、沈んでる車両の、頭が見えてるね。屋根の部分が。で、じゃあ前回思いっきり失敗したので、今度はすっごい北側から行きましょうかね。上流の方を目指して、で、すごい足取られてるけどね、大丈夫かな。今んとこ大丈夫だけどね、今んとこ大丈夫だけど、じゃあ今日はもっと上の方から行こう。もっと上流の方から、前この辺からもうスッと行っちゃったからね、川流れで終わりましたけど、もっと上流、深くてもいいからね、流されながら到達することを目標に。すごい勾配なんだね、これよく見るとね。すごいわこれ、30度以上傾いてるでしょ。で、まあ木がねいっぱいあるんですけど、まあもう、まあ、木踏んでも大丈夫なのかな。木踏んでも大丈夫っていうなら、まあ岩があるからちょっともうそろそろほどほどにしなきゃいけないけどね。はい、じゃあここから川流れやりましょうかね。ラフティングして、はい、であとは川流れに沿って行くと。あ、大丈夫、いけるかな。いければいいな。いける。あ、来てる、後ろも来てる。あ、すごくない？あ、すごくない？はい。私、今までさ、こういうゲームって川の流れに逆らうもんだと思ってたんですけど、違うんだね、リアルだとね。まあ、リアルでよく知らないけど、多分忠実に再現されてるでしょうから。リアルでやるなら川の流れに逆らわずになんだね。やっぱ人の力は無力っていうことで。ね、人は初め無力だったってね。なんかのゲームのオープニングであったけどさ。あ、ゴールじゃない、あれ。ゴール見えてんじゃない、トレーラーハウスっぽいの見えるし、なんか、あれなんだろう。灯台みたいに見えてるっていう感じで、あとはもう、このまま行けばいいのかな。ちょっと、わだちだけ。わだちというよりも、岩に気をつけた方がいいかな。岩気をつけていけば、あ、ごめんなさいね、カメラグルグルしてね。行けば、あと大丈夫じゃない、マークされた場所まで移動しようでしょ。いけんじゃないこれ本当に。まあマークされた場所がいまいちまだピンときてないんだけど、あ、もう赤い印見えてきた。あ、もうゴールでしょ。あ、すげえ、一回もつまずかずに来たってことだ。前回のあの川流れのね失敗を生かして、はー、あ、見えてきた。あ、ウォッチポイントっぽいのあんのかな。ちょっとね、物見やぐらというかさ、監視小屋とは言わないけどね。おー、来た。あとは岩をね、乗り上げるっていうことさえ気をつければいけるでしょう。じゃあさ、まあ修理も何もいらなかったし、燃料補給も何もいらなかったってこと？前回あんなに苦労したのに何もいらなかった。あ、岩すげえある。岩すごいあるから気をつけなきゃいけないけど、わだちはこれちょっと回避できないかな。そしたら私にあえて突っ込まないといけなさそうでない。大丈夫これ。ちょっと外側行こっか。岩だけね乗り上げないようにして。どう、あー後ろ踏みそうだね。あ、踏むね。あ、岩踏むね。あ、大丈夫かな。まあお腹こすらなければね。はい、そしてハンドル切って、あ、本当に私入んなかったら意外とグリップあるわ。オッケーで、最後ね、最後ここのとこで、はぁ、来ましたね。あ、すげえ、順調すぎて。あ、来た。ボーナス目標完了。あ、オッケー。あ、やった、チャレンジクリア。14分。はい、というわけで、今日はですねチャレンジの、6個目ですかね、やっとクリアできました。いや、前回がね長かったし失敗したしで、もうほんとねちょっとマットランナー諦めようと思ったんですけど、大原則さえね分かれば、それをむしろチュートリアルでね、川の流れに逆らわないでね、下っていけとかさ、そういうのあったら心折れなかったんですけど、バキバキに折れましたからねはい、というわけでね、今日はこれで終わりたいと
思います。では、ここまで動画を見てくださった皆様どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。